羽生結弦選手は世界中のファンやスケート界から多くのエールを受け続けています今回も恒例のお姫様抱っこを披露した親友である親友竜選手の発言が注目を集めネット上で話題となりましたファンからの期待が寄せられる中松任谷由実さんの「オールナイトニッポンゴールド」の放送で羽生選手から松任谷さんへ贈られたフラワースタンドに関する話が披露され さらに大きな反響を呼びました。松任谷由実さんは現在デビュー50周年を記念した全国ツアーを行っており今月9日に積水ハイムアリーナで公演を行いましたそんな中松任谷さんの楽屋に羽生選手から小さな可愛らしい花が届き松任谷さんはその思いやりに感動したと語りました しかし、それだけではなく、ロビーにはさらに大きなフラワースタンドが飾られており、その姿を写真に収めようとするファンが列を作るほどの話題となっていたそうです。羽生選手は自らのスケジュールが非常に忙しい中でも、松任谷さんの仙台での公演日程をチェックし、律儀に花を贈るという心配りを見せました。松任谷さんが語るように、アイスショーの真っ最中であっても、 共演者や友人への思いやりを欠かさない羽生選手の姿勢にはファンからいつもながら真面目だ共演者思いの人忙しいのにどうやって調べているんだろうといった称賛の声が相次ぎましたまた羽生選手がプロ転向を表明して以降もその人気や注目度は全く衰えることなくむしろ世界中のフィギュアスケートファンやスケート関係者からの関心はますます高まっています 特に海外のスケート界でも、羽生選手の影響力は非常に大きく、北京オリンピックで金メダルを獲得したネーサン・チェン選手も、同じ時代に羽生結弦選手と競い合えたことは人生の誇りですと語るほど、羽生選手の存在が彼にとって大きなものだったことを示しています。チェン選手はさらに彼がこのスポーツのために尽力してくれたことに本当に感謝していますと、その影響力と貢献に深い感謝を示しました。 羽生結弦選手はフィギュアスケート界のみならず、多くのスケーター仲間たちからも深い敬意と愛情を受けています。彼の存在感は、ファンだけでなく、世界のトップスケーターたちにも強い影響を与えており、彼らは口々に羽生選手への称賛の言葉を送っています。例えば、ネイサン・チェン選手だけでなく、エフゲニア・メドベージェワ選手やアリーナ・ザギトワ選手、ナムグエン選手らも、 羽生選手に対ししてて敬意をを表し感謝のの言葉を述べているのです2019年12月に行われたグランプリファイナルでは、羽生選手はチェン選手に次いで2位となりました。その試合後の記者会見で、チェン選手は自身の強さの秘密について問われた際、羽生選手がいたことが大きいです。 彼は常に僕の前を進んでいて、彼の存在がもっと努力を続けて進化していかなければならないという気持ちを駆り立てます。彼は僕にとって神様のような存在ですと、羽生選手への深い敬意を語りました。チェン選手にとって、羽生選手との出会いは、彼が14歳の頃2014年のソチオリンピックで羽生選手が金メダルを獲得した時でした。当時 まだシニアに昇格する前のチェン選手にとって、羽生選手は憧れの存在であり、彼のパフォーマンスに強く影響を受けたといいます。男子シングルでは、4回転を1本入れるのが普通だった時代に、羽生選手は4回転ジャンプを2種類取り入れていました。その姿に僕は感銘を受け、自分も大きくなったら常識を覆す選手になりたいと思いましたと、当時の印象を振り返っています。 また、2018年のピョンチャンオリンピックで、羽生選手は見事に2大会連続となる金メダルを獲得し、偉業を成し遂げました。その時リンクサイドでは銅メダルを獲得したハビエル・フェルナンデス選手と抱擁し、さらに銀メダルを獲得した宇野昌磨選手も加わり、3人は互いにたたえ合っていました。フェルナンデス選選手手と羽生選手は カナダのトロントにあるクリケットクラブで一緒に練習を積んできた仲間であり、その友情は深く、スケート界ではよく知られたエピソードです。ピョンチャンオリンピックを最後に競技から引退したフェルナンデス選手は、羽生選手について彼はまさにすべてをまとめる力を持っています。悪い時も良い時も、状況を転換する力があり、彼からは誰もが学ぶことができると。 羽生選手の卓越した精神力とリーダーシップを称賛しました。一方、羽生選手もこれまで多くの人々から自身のスケートが称賛されてきたことに対して感謝の気持ちを示しています。彼はいろんな方が僕のスケートを素晴らしいと言ってくれます。それは本当に嬉しいことですと述べこれまでの努力や成果が認められたことへの喜びを語っています。羽生結弦選手は 他ののススケータータへのリスペクトを惜しみなく表現すす。る姿勢で知られています彼自身これまでにオリンピックや世界選手権などで数々の偉業を成し遂げながらも他のスケーターたちの技術や演技に対して高い敬意を払ってきました例えばボーヤン人ン選手のルッツが素晴らしくそれを見て自分もさまざまなジャンプに挑戦しようと決めたと語り さらに、ネイサン・チェン選手の完璧な演技を見て、ループを飛ばなきゃいけないと強く感じたと、他の選手たちからの影響を率直に認めています。また、日本国内でも羽生選手は、宇野昌磨選手の存在があったからこそ、気を抜けないと感じていたと話し、多くの選手たちの技術や精神力に感銘を受けてきたことを明かしました。こうした発言は 他のののススケータータから羽生選手へのリスペクトが集ままる理由の一つでもあります。彼はただ一人のトップ選手であるだけでなく常に他者への敬意を忘れず自らの限界に挑み続ける姿勢が多くの人々に感動を与えました彼の会見やインタビューではその謙虚さが常に感じられ数々の称賛の声が世界中から寄せられています 羽生選手はオリンピックの舞台でもまた世界選手権の場でも最後まで諦めずに努力を重ねその姿勢が多くのファンやスケーターたちからの尊敬を集めています特に中国における羽生選手の人気は非常に高く昨年のプロ転向を表明した会見以降その注目度はさらに増しています中国版ツイッターであるウェイボーウェイボーでは 羽生選手に関連する話題が検索ワードランキングに複数ランクインし、多くのファンが彼のプロ転向について語り合いました。中には、羽生結弦が中国でこれほどまでに人気なのはなぜかという質問に対して、多くのファンがコメントを寄せました。大相撲の公式アカウントでも、羽生選手の人気について触れ、彼がプロに転向し、 競技の第一線から退くことで彼のフィギュアスケート人生が新たな段階に進んだと指摘していますそしてその理由として魂と氷が融合したフィギュア王子として彼は競技に対する真摯な姿勢と温かい人柄で多くのファンを魅了してきたとコメントしました羽生選手の飾らない性格や真剣に取り組む姿勢がファンの心をつかみ続けている理由であると述べています また、羽生選手のアイスショーに対する情熱も彼の新たな道を象徴するものです。プロとしての道を歩み始めた彼は、より多くのファンに感動を届けるべく、さらに磨き上げた技術と表現力を持って挑戦を続けています。彼のスケートは単なる技術の披露にとどまらず、見る者に深い感動と希望を与えるものであり、ファンたちはこれからも羽生選手の歩む道を応援し続けていくことでしょう。 羽生結弦選手は、その卓越したスケート技術だけでなく、彼の温かい人柄や他者への配慮からも、多くのファンに愛され続けています。2014年のグランプリシリーズ第3戦、フリー演技直前の練習中に、中国人選手と衝突し、怪我を負いながらも、演技に挑んだエピソードは彼の強靭な精神力とプロフェッショナリズムを示しています。また2017年の大会では 中国人選手が国旗を逆に持っていた際、それをさりげなく指摘し、国旗を持ち直す手助けをしたという逸話もあり、このエピソードを知った中国のファンからは、羽生結弦の人柄は私の心を永遠に魅了する、彼は私の中で永遠の王者であり、勇者だといった絶賛の声が多く寄せられました。羽生選手は、その華麗な演技だけでなく、心優しい人柄からも広く人気を集めています。 彼は現在、プロスケーターとして新たな道を歩み始めており、自身の未来について競技の時よりもさらに一段階ステップアップし、ギアを上げた演技を見せなければならないと、今後への意気込みを語っています。羽生選手はさらに、結果というのは、これからも応援してくださる方々がまた見たいと思っていただけるかどうかがすべてだと思っています。 それをきちんと出していかなければならないと述べ、その難しさを追求する姿勢こそが羽生結弦らしさだと感じているとのことです。中国のスケート界でも羽生選手の存在は大きく、アイスダンス選手である新友竜選手とは長年にわたる親交があります。北京オリンピックのの際には、龍選選手手と彼のパーートナーである大歌選手が、 公式マスコットのビンドゥンドゥンを羽生選手にプレゼントしたエピソードが SNS にアップされ話題となりましたまたリュウ選手が羽生選手をお姫様抱っこしたツーショットも SNS 上に公開されファンたちからは大きな反響が寄せられましたこれまでの大会でも羽生選手とリュウ選手はその仲睦まじい姿を見せており過去には幾度となくお姫様抱っこのシーンが注目されてきました 羽生選手とリュウ選手は、互いに信頼し合う中であり、彼らの友情はスケートファンの間でも知られています。竜選手と彼のパートナーである大詩選手は、2013から14シーズンから国際大会に参戦し、2014から15シーズンのチャレンジシリーズ、ワルシャワ杯では、見事3位に輝きました。 中国のアイスダンスペア、劉選手と大歌選手は、2017年の第7回アジア冬季競技大会以来、約4シーズンぶりに大きな成果を収めました。特に、アジア圏以外の国際大会で初めて表彰台に立ち、さらには中国選手権で初優勝を果たしました。さらに、ネスレ杯ではショートダンス、SD とフリーダンス、FD ともに1位を獲得し、 国際大会で初めての優勝を飾りました。彼らは北京オリンピックにも出場し、最終的に RD で73.41、FD で111.01、合計180.42点で12位という結果を収めました。一方で、羽生結弦選手は北京オリンピックで男子シングル3連覇の偉業を逃したものの、彼が挑んだ前人未到の4回転アクセルは大会で大きな注目を浴びました。 結果として4位となった羽生選手でしたが、彼の4回転アクセルへの挑戦は成功には至らなかったものの、国際スケート連盟の公認大会で初めて4回転アクセルとして正式に認められ、その歴史的挑戦に世界中のファンが感動しました。さらに 羽生選手が練習を終えた18日には、劉選手から北京オリンピックの公式マスコットであるビンドゥンドゥンのぬいぐるみを手渡され、その場面は中国の公式ツイッターで公開され、瞬く間に話題となりました。その後、国際オリンピック委員会の SNS でも、劉選手が羽生選手をお姫様抱っこするほほ笑ましいシーンが公開され、ファンたちの間で大きな反響を呼びました。 劉選手も自身の SNS で、古くからの友人にまた会えて嬉しいとコメントを公開し、羽生選手との再会を喜んでいました。また、羽生選手も、やっとビンドゥンドゥンをもらえたと嬉しそうに語り、その姿は6枚目の写真として公開されました。このように、羽生選手を愛するスケートファンにとっては、6回目のお姫様抱っこのシーンは特に感動的であり、 SNS 上にはかわいい、高齢の柳君のお姫様抱っこ、いつもありがとうといった歓喜の声があふれました。羽生選手と竜選手の友情は長年にわたるものであり、彼らの親しい姿がたびたびファンの間で話題となっています。彼らの絆はスケートという枠を超えた深いものであり、今回もその心温まる瞬間が多くの人々の心に響いたことは間違いありません。 ファンたちは、羽生選手のこれからの挑戦を応援し続け彼の活躍とともに彼との友情を称賛しています。この度のエキシビションでの羽生結弦選手と劉選手の仲睦つまじい様子は、中国のメディアでも大きく取り上げられました。中国メディア818体育は、特に羽生選手が劉選手から6度目のお姫様抱っこを受けた瞬間に注目し、その舞台裏についても詳細に報じています。 記事には、羽生結弦が中国アイスダンスペアから限定版ビンドゥンドゥンを受け取るとの見出しがつけられ、羽生選手が特別なプレゼントを受け取ったことが紹介されました。劉選手は自身の SNS に羽生選手をお姫様抱っこした写真を投稿し、その中で羽生選手は北京オリンピックの公式マスコットビンドゥンドゥンを手にし、笑顔を見せていました。 中国ファンたちからはこの友情が長く続きますようにといった温かいコメントが数多く寄せられ羽生選手と劉選手の絆が深く祝福されました中国メディアもこの2人の関係をクローズアップし友情の象徴として報じられたことがファンたちの間で話題となりましたさらに「春よ、恋を熱演した20日のエキシビションでも羽生選手は素晴らしい演技を披露し その後のフィナーレでは再び竜選手にお姫様抱っこされる場面が注目を集めましたお姫様抱っこをされた羽生選手は竜選手の腕の中で笑顔を浮かべながら回転しその瞬間は多くのファンの心をつかみました竜選手の SNS にも過去のお姫様抱っこの様子が掲載されており二人の長年にわたる友情が再び注目を浴びています このエキシビションでは、ビンドゥンドゥンもスケート靴を履いて登場し、会場全体に和やかな雰囲気をもたらしました。その最中、ビンドゥンドゥンが転倒してしまう場面がありましたが、羽生選手は真っ先に駆け寄り、ビンドゥンドゥンに手を差し伸べて助け起こしました。この行動は会場中のファンの心を温かくし、その後、他の選手たちも羽生選手と共に集まり、スケートリンクは平和で明るい雰囲気に包まれました。 羽生選手と劉選手の友情は、フィギュアスケートを超えた深い絆で結ばれており、これからもその絆が多くのファンに感動を与え続けることでしょう。彼らの仲睦つまじい姿が SNS やメディアでたびたび取り上げられ、そのたびに世界中のファンは喜びと感動を共有しています。この特別な瞬間は、羽生選手の優しさや人間性を象徴するものであり、彼がスケート界で愛される理由の一つです。 北京オリンピックのフィナーレで撮影された羽生結弦選手の写真が、オリンピックの公式ツイッターに公開されると、海外のファンからは多くの絶賛のコメントが寄せられました。ファンたちは、全身でゆずを浴びたような感覚、羽生は最も人気のある選手だ、ゆずるは真のキングといった称賛の声を上げ、その人気ぶりが改めて証明されました。 94年ぶりの男子シングル3連覇の偉業達成こそ逃したものの、羽生選手は最後まで観客を魅了し続けました。エキシビション終了後、羽生選手に今後のスケート人生について尋ねられると彼は、今は痛みを忘れ、この時間をひたすら楽しんでいました。 幸せな時間を味わいながら、皆さんにも幸せな感情が伝わるような演技をしたいと思って頑張りましたと語り、自身も充実した時間を過ごせたことを明かしました。そして、ファンや観客に感謝の気持ちを示しながら彼のスケートに対する情熱が未だ消えていないことが感じられました。今後の身体についても問われた際、 羽生選手は、これからのことは皆さんも気になると思いますが、僕自身もまだ分かっていませんと正直に述べつつも、ただ一つ、4回転半に関しては、これ以上ない場所で、これ以上ない皆さんの力とともにやりきれたと僕は思っていますと、自身の挑戦に対して満足感を表現しました。4回転半のジャンプは未完のままで終わったものの、彼にとってはその挑戦自体が非常に意義深く。 そこからもう少しだろうと言われますが、それはそんなに簡単なことではありませんと、挑戦の難しさを振り返りつつ、そういう意味では、僕の4回転半はやりきれたのではないかなと思っていますと語りました。羽生選手は、4回転半という技術的に極めて難しい挑戦に対して、これまで培ってきたすべての経験と努力をつぎ込んできました。 その結果が完璧な成功には至らなかったとしても彼にとってはその過程こそが大きな意味を持つものであり、それを見たファンたちも彼の挑戦を心から称賛しました。羽生選手の演技には常に人々を魅了する力があり、その姿勢や精神力はスケート界のみならず、世界中のファンに感動を与え続けています。彼がこれからどのような道を歩むにせよ、彼のスケート人生は終わりではなく、 さらなるる挑戦とと成長が待っていることでしょうファンたちはその未来を楽しみにし彼が再び氷上で見せる素晴らしい演技を待ち望んでいます。羽生結弦選手は今後もその優れた技術と深い人間性で世界中のスケートファンの心を揺さぶり続けることでしょう。 また同日、リュウ選手が自身の SNS に、羽生結弦選手と北京オリンピックの公式マスコット、ビンドゥンドゥンとの自撮り写真を公開しました。当時、羽生選手は自らの SNS アカウントを持っていなかったため、見たい人がたくさんいると言われましたが、誰に送ればいいのかわからなかったので、私にシェアをお願いしましたとリュウ選手が語り、代わりにアップしてもらったようです。 これまで羽生選手が自撮りしている姿が話題にはなっていたものの、どんな写真だったかは明らかにされていませんでした。しかし、今回の投稿でその写真が初めて公開され、ファンたちは歓喜しました。写真にはビンドゥンドゥンを抱えた羽生選手が笑顔で写っており、その可愛らしい一枚に多くのファンが感動しました。さらに、同じ投稿にはトレーニングルームでのオフショットも含まれており、 羽生選手が竜選手にリフトされている様子や、ストレッチをしている竜選手を羽生選手がジャンプで飛び越えるという微笑ましい場面が収められていました。これらの舞台裏での和やかな様子にファンからは、仲が良さそうで癒される、こんな貴重なシーンを見られて嬉しいといった喜びの声が多数寄せられました。羽生選手は現在もプロスケーターとして、アイスショーで圧倒的な存在感を発揮しており、 その華麗な演技に観客を魅了し続けています。彼のさらなる活躍に多くのファンが期待しており、彼の挑戦に対する応援の声はますます高まっています。羽生選手のこれからの活躍に期待するファンたちは、SNS や YouTube でグッドボタンやコメントを通じて応援の声を届けており、動画を通じて羽生選手の最新情報をチェックしています。また、 関連動画やコンテンツの視聴を呼びかける声も多く彼のファンコミュニティは世界中でますます広がりを見せています。それが今日のニュースレターの内容です。最後までご覧いただきありがとうございました。私たちは皆さんからのニュースを受け取り、次のビデオでお会いできるよう、さらに熱心に準備を続けていきます。チャンネル登録といいねを忘れずに、また次のビデオでお会いしましょう。